はい、えー、それではですね神戸大学法科大学院入試のロースクール入試過去問解説講座の総論部分に入っていきたいと思いますはい早速ですねレジュメの方をご覧ください さて、えー、まずね、えー、入試の概要というところからお話をしていきましょう。はいさあ、2021年、令和3年ですね、はい、えー、はですね、このおね、神戸大学のですね、えー、奇襲、一般の入試、いつあるかというと、例年11月なんですけど、今年はね、まあ、京阪神によってですね、どれがね、11月の頭に来るか、まあ、変わりうるところではあるんですが、今年ははこのね、神戸大学がトップバッターだということで、令和3年の11月6日、土曜日ということになっています。ははい、えー、このね、まあ入試のねね入試科目に関してままあ変わりません 7科目ということになりますで募集人員に関しても例年とね、えー、あまり変わらない60名程度ということですでここにね他の大学もそうですけれども放送コース生の特別入試というものが入ってくるよということこれはね、えー、もう一度募集要項の方を確認していただければと思いますはいで試験形式に関しても基本的には変わりませんはい、えー、論述式試験が課されてますよということですねはい、えー、民法とですね刑法が100点ということになっています で全体の論述試験,試験とね書類審査の比率は6対1ということになります。あとはまあとは、足切りもあるよということが押さえておきましょうで。試験科目に関しても、はい、ちょっとね、えー、まあこれが特殊な部分があるんですけれども、民法、会社法、刑法、憲法、それから行政法、民訴刑訴という形で分か,分かれているということですね、これはちょっと頭の中に入れておいてください、うん、はい。 ということですじゃあ第二の、ね、科目別の傾向と対策ということです。はいで診断に関してはねね、えー、このです、ねえー、まあ科目別の傾向と対策、内容に関して、ね、出題内容がかなりね、えー、まあホームページの方ねご覧いただくと分かりますけれども、かなり、えー、明示されているというところはありますので、えー、場合によってはね科目によってはね、えー、ということなんですけども、それをまず抑えつつということではあります。で憲法に関しては、はい出題形式見てください。例例年一部の出題題でで事例問とということですね でまあ法令権適用意見のいずれの、ね、形式で出題されるかは安定してないということですけれどもはい、えー、しかもね、ね形式に関しても三者間論述か試験かということですまあ、おそらく今後はね、えー、予備試験、司法試験の方がですねこの三者間論述というものがね終わったと思いますので、えー、おそらくね試験のを欠かせる問題裁判所視点の問題というのが出るんじゃないかなというふうには思っています。はい で出題内容、ですね、えー、憲法に関しての限定はありませんということです。はいで、人権分野から、まあ、基本的にはね、過去は人権分野から出題されていますので、はい、えー、やっぱりこれもですね、判例というものを中心に、百戦判例というものを中心にしっかりと押さえておけば十分なんじゃないかなというところではありますね。はい で試験対策としてはね、ね、えー、このおかっこさんの部分ですけども憲法上の問題点を論ずるという形で問われた場合と三者間見識の論ずる形で問われた場合のいずれについてもバランスの良い論ずができるように準備しておく必要があると言っているんですけれどもですねやはり、まあ,あ試験として、ね、まず憲法上の問題点を論ずてね、えー、まあ重要問題レベルのもので出てきたときにどう答えるかっていうのができていればおそらく今後はもう問題ないんじゃないかなとは思います。はいでまあ ね、問われてる内容に関しては極めてあの判例に関しても含めてね皆さんが見たことあるような名前の付いてる判例ですよねこれが出ているということになりますのでまずこれはね確認しておきましょう。はいう、えー、ことで,すで次縦2の行政法に入りましょうこちらの取材形式。 はい、例年1問の出題で事例問題による出題がなされていると、ねえー、ちょっとまあ面白い問題が出たりするんですけれども、はい、証文として行政法の基本的な仕組みについて直接知識理解を取るような問題も出題されているこれがねちょっと、まあ、神戸大学の、ね、行政法のちょっと特殊な部分というかね特徴の部分かなとは思います。はい で出題内容はここに書いてある通りです。かなり細かく書かれているということですね。はい、えー、よろしいでしょうか。なのでこれはしっかりと押さえておきましょうということですね。えー、いわゆるですね、まあ、行政法総論の部分というのは中心にということではあるかなと思うんですけれどもはい、まあ、こういうことが出てくるよということなので、まあ、勉強はしやすいかなとは思っています。 で試験対策としてはですね、はい、このように出題範囲がかなり具体的に絞られているので、えー、その部分に関してのですね論述というものを固めておけば十分なんじゃないかなと思いますあとはね、まあ、行政法のその性質上ね、ね個別法の読み解き方ということですこれはまあ予備試験のをですね行政法というものを中心にやっていくと非常にいいのかなとは思います予備試験の問題はね他でも言ってますけれどもですね最良のですね演習書特に行政法に関しては最良の演習書だという,ふうにいつもね申し上げているところなのでそれはね意識されるといいかなとは思います。 はいさあ次です、えー、次に関しましてはですね、えー、この民法とということです民法に関しても例年2問の取材です、で基本的には事例問題により取材がなされていますということですね、はいで取材範囲は財産法に限定されています、家族法にもね、えー、手が回ってない方は、まあ、他でね他の役員でですね家族法も出るところもありますので、えー、勉強しないというわけにはいかない、えーね、場合によってはいかないというところではあるかなとは思うんですけれども、基本的にはですね、えー、財産法から、神戸大学に関しては財産法から出るよということですね。 はい、内容としても、ですねやはりこれは非常にいいですね、えーまあ、基本的な部分です、ですから書き負けが生じないようにしなければいけないのかなというようなレベルの問題が出る時もあります、もちろん難しい時もありますけれども、基本的にはすごくですね難易度としては難しくはないので、ですね、えー、当たり前のことは当たり前に書ける、書き漏れというのをしないようにしていく必要があるのかなとは思いますはいこれが民法です。 で次です会社法を見ていきましょう例年一問の出題で事例問題による出題がなされていますでこれもですね出題内容が限られているというところであります、まあ割と広い部分であります、まあ機関と、ねえー、株式、えー、というところがある以上はもうこれほとんどですね皆さんが普段勉強を、ね、予備試験に向けて勉強されている方であればふ、まあ、普段の、ねまあ、勉強範囲というところなのかなとは思いますね、はい、で出題傾向です出題傾向としては判例の事案を意識した問題というよりはある論点について判例の結論を踏まえつつ事案を処理するような問題が出題されると。 こういうことですねはいで試験対策としてはですね処理すべき論点が比較的多いというものもまあ一つ特徴かなとは思いますでかつ条文操作をね条文適時が必要であるから逐一条文を引くことを怠らない学習典型論点をスピーディーに処理できるようにする学習が有効だということですねはい。 やっぱり会社法に関しては全体の傾向としてですね、この会社法をあなたはそもそも検索できますかとでそしてそこに書いてある事実をその条文にですね、当てはめて問いに答えることができますかということが問われていますからはい、そういった形でですね、ここは押さえておく必要があるかなとは思います。はい、えー、内容としてもね、まあまあ見慣れたような論点ばっかりかなとは思いますのではい、あれチェックしておいてください。 さあ次です民訴というところですね、はい取材形式、例年1台の取材ですで、基本的に事例問題による取材ではありますが、実質的に一行問題といえるものも,ものも混在しているということです、たまに民訴はねこういう場合があります、これは本試験でもそうというところがあるんですけれども、はいなのでやっぱり民訴っていうのは、ですねこのなんていうのかな、対策というよりも、普段から底力っていうものをね、えー、発揮できるようにしておくということです。はい ほか、ね、えー、とこでもお話をしてますけれども、ですねやはり問いが多岐に渡りますから、普段の勉強の段階から、ですねやっぱりこの一概念、1具体例ということ、これをしっかりとですね絶対に忘れないようにする、そしてそれができたら、ですね自分が出題者だったら、この論点を聞きたいときに、どういう事実を使うのか、そしてそれをどういうふうに聞いていくのか、あこういうことですね想起するということを、もう一日一日積み重ねていくしかないかなというふうには思っていいますはい、これが民事訴訟法の対策ということですね。はい ですはい、えー、まあ出請傾向ね傾向に関してはですね範囲と出請傾向に関しては通常のね大新手続きというところただし、えー、これもラッキーということで、まあ、ラッキーと言っていいのか分かりませんが複数請求訴訟を含むけど多数当事者訴訟は除くんですってはいまあ多数当事者訴訟の方が難しいですからね複数請求訴訟は別に大したことはないというところでありますもちろん2つ、ね、皆さん苦手なところなんですが多数当事者訴訟だけがなくてないだけねま良、あ、かったかなという部分ではありますけどね。はい 主催傾向としては特に偏ったものはありませんがやはり基本的なものやはりね重要問題、習得講座レベルのものっていうのをしっかりと押さえながら具体例を想起して使いこなせるようにしておくっていうのがとても大事かなと思います。はい試験対策としてもまさに今のおお申し上げた通りだということになりますね。はいさあ,あー次です、えー、6のの刑法ところに行きましょうさあ これはですね、えー、このですね神戸大学、ちょっと傾向があるということです、特徴があるということです。取材形式のところを見てください。例年2年の出、えー、2問の取材ということですね。2問の取材で、第1問が1行問題、第2問が事例問題となっていると。これはねほとんど変わらないかなという部分ではあります。下のねこの論点表を見ていただくと分かる通りということになりますね。はい まあこういう問題に対応できるようにしておくということですねこういう問題を見てねもう頭回してるよになっちゃう人もいらっしゃいますのでこの対策はしておく必要があるかなと思います出題範囲過去2のところを見ましょう刑法総論分野全てと格論分野から個人的法益に関する罪、放火罪、偽造罪となっていますということですはいで、試験対策第1問に関してはですねこの総論と格論ともに出題可能性がありますということですねなので、えー、ちょっとねまあこれは対応できない場合もあるかなとは思いますはい なのでいずれも、ですね自説の論証のみを暗記しているというだけでは論述できない問題も出題されていますということですね。こういうものに関してはですね何か、まあ、ねこの枠組みを決めて限度を決めてですね勉強していくことが必要です。た例えばです、ね、担当ですすねね担当よ予備試験の担当で出ている司法試,試験でも出ているところですけれども学説問題ってなりますよね。 その中であ、これ出そうやなっていうところに関しては自分の説と、えー、もう1つ、えー、その反対の説というものをしっかりと押さえておくとこういう対策が必要かなと思います。まあ、それはもちろん担当対策にもその後の、ね、司法試験の対策にもそれ役立ってきますからねそういうことを押さえていくといいかなとは思っています。はい。 あとはね、えーまあ、総論分野は体系的理解というよりも重要論点について他説までお答えするような学習が有効と思われると、まあ、今言ったところですね、はいで。各論分野についても同様であるが、出題傾向としては他罪との関係について意識した学習が有効ということですね。いわゆる横領と背任の区別とか、財産罪のところですよね。えー、詐欺と恐喝の区別であったりとかいうところだとは思います。窃盗と詐欺の区別であったりとかね。はい、えー、いうところ。まあ、これはね司法試験でも出題ではされるようなところですからね。やはりね、まあ、担当というもの、担当に出ているものっていうのを、ね、限度にそういうことを整理していくと有効 かなというところではありますねはい。第2問の事例問題は一般的なものなんだということですはい。ですから皆さんが予備試験の勉強や重要問題習得講座のね、えー、この演習をしているだけでもそれでも十分かなというところではありますはい。えー、これがですね、えー、この経営法ということになりますはい。で最後計算書を見ていきましょう出題形式としては例年1問の出題で事例問題による出題がなされています出題範囲は特に限定されていませんということですね まあ基本的な事項というところです、皆さんが見たことあるようなものしか出てないかなというところです。はい、ですから試験対策としては、典型論点について、事例との関係で丁寧に出題される、ね、検討される主体が多いが、問題中で処理すべき論点の数自体は少ないということです。 はい典型論での理解度を図る取材なんだということなのでこれも書き負けをしないようにしていくということですね。はいうこケに関してやっぱりたまにねこれも予備試験、司法試験ともにですね書き負けというものが生じるような問題があります当たり前のですね事実から問題提起をして規範定立をして判例をベースとした規範定立をしてそして事実、評価なぜこの規範に当てはまるのかそういうて結論というねこの当たり前のことができるかどうかというのが問われるときがありますこの時は自分ができてたとしてもですね書き負けてしまう場合というのがあります。そう いうものの適時がちゃんとできてないそして然るべき場所で使えてないというところが多いですのでそういった部分に関してもですねもう一度ケ軽素に関してまあそれ以外もそうなんですけれどもはいしっかりと押さえておくといいかなと思います特にケ軽素と憲法というのはこれからね予備試験小試験当てはめが長くなるところですから、えー、そういった部分に関してですね適切に事実が使えるかということに関してもですねきっちりと押さえておきましょうということですねはいよろしいでしょうかはい、えー、それではですね、えー、この神戸大学の総論部分のご説明に関してはこれで終わりにしたいと思います